まあ、とりあえず、あ、終点ね。オッケーオッケー、ホーム。うん。あの頃のスマブラって終点だったしな。言うて。全然ホーム感はあんだよな、正直。ま、あのね、気持ちビビってないっす。あの、皆さん。見てる皆さんどう思ってるか知んないけど、俺ビビってないっす。うん。はい。あ、見て見て、武田さん、これこれできんだよ、俺。うわ、やばくね、これ。上位勢の対戦じゃね、これ。えぐいって。完全に間合い管理してたもんな、今俺。ちょっと待って、ちょっと、うわぁ、なんてなんだよ。え、剣って即死コンボあんのこれ。うん、ちょっと待って、見たことねえもん、正直。何されてるかわかんねえ。まあ、でも、言うて、あの、この前レオです。レオがさ、赤ジョーカー使って次赤ジョーカーでやるわ。色悪い、これ。普通に。昔のレオだもん。飽きた！復帰阻止！復帰阻止の時間！待って、一旦落ち着け。はい。空後、空後。わかった。武田さんちょっと空後に苦手意識あって、これ。これ、今、俺、武田さん攻略だけど。みんな使う時あるかわかんないけど。空後に苦手意識あり。その穴をついていくわ。いや、うますぎるガン。巧みすぎ、もうちょ、調理上様何起きてるかわかんねえんだよなぁ。さ、こういう DJ とかさ、もうこうな、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってね。あの、俺さ、差し合いとか言ってたじゃん。ジョーカー差し合うキャラじゃねえか。うん、壊していくキャラだって、令和のジョーカーは。これ、ザックさんも言ってるし、椿さんも言ってるし、レオも言ってんだよね。うん。つまり、俺もそこに従うしかないっしょってことね。うん。わかる。ちょっとレベル高い話だけど、ごめんなさい。まあ、ちょっとレベル高い話だけど、差し合いしないっていうね。あの、もう、やめたら俺スマブラ。ジョーカー使って、差し合い拒否ってんだけど。まあ、一旦ね、ほら、止められちゃうから、ここエリハで冷たくいこうかなって。なんか俺の食えぬより武田さんのなんか足の方が強いし。あ、まあね、今あの、ずらしました。普通に。ガチャった。コントローラーガチャった。したら助かった。ここで DA。あ、ちょっと昇竜拳聞こえてるよ、武田さん。あ、甘いね。え？で、ここで来ると、これ！こう。甘い。甘いよ、それは武田さん、これ。で、こう、やっとこさの回避上がりを勝っていく。もう何やったっても死ぬじゃん、だって、それじゃ。うん。何当たっても死ぬもん、わかんないもん、高いもわかんないし、何されてるかわかんないし。DA で突っ込むしかねえし。だってガンとかエイハだって一回でも当たった俺のエイハ。全然当たんねえもんエイハ。ほら、もうやばいって、うん、やってるゲームちげえもん。見た今。エイハ微動だにせず避けてんだけど。うん、一応、もうだってか、心も読まれてるしよ。何その借り方知らねえし。いや、絶対どうしたらいいかもわかんないし。体で押されるしな。割り慣れてんだろうな。とな。うん。まあでもね。なんか情けない声出してっから心折れたと思ってる人いるじゃん。そんなメンタルで生きてねえから。あの知らない人言っときますけど、あの一応27年間童貞やらせてもらってるんで、はい。申し訳ないけどね。この程度で折れるようなメンタルだったら27歳童貞は、まあ多分死んでんじゃないかなって思うんだけどね。もう、よくわかんねえ、人生。いや、なんかさ、おってとこ見せたいね。うん。おって。光るものはあんのか、こいつって。荒削りだけど、もしかしたらダイヤモンドってとこは見せたいね、武田さんに。でも、それだけの戦いになってる。もう俺の中で。おっていうとこだけ見せれたらもういいかなって。あ、見てんじゃない？ねえ、ほら。あって。あ、やっぱレオの弟なんだって。ゲーム5の、ほら、このずらしはね、確実に共感してると思うよ。えぐいもん、俺のずらし。いや、わかんないけど。多分ね。多分ね。ここで、こういうスマッシュとかさ、なんか感じない？後で聞いてみよう、武田さんに。なんか感じなかったですかと。ほら、今のとかね。こういう戻り方とか、ちょっと、一回落ち着こうやん。なんで、大昇竜と中昇竜使い分けてんじゃん、この人。当たり前か。これは失礼か、さすがに。そんぐらいやってくるか、あの武田さんなら。一旦ね。一旦この空間。で、ここ。いや、なんかさ、あまりにもミスが許されてね、ちょっと思わねえみんな、なんか、その、違う、なんかその、もう実力差があんだわかんだけどさ、あの、だからその、
なんつうの、あまりにもミスが許されてないよね、これで。おかしい。かっけえな、おい。かっけえな。そういうスマブラしたかったんだよな、俺。はい、ここ、決めます。で、うおれ見た？竹田さんのミスじゃないっすよ。ごめんなさい。ちょっと一応補足しとけど、俺が落とした。うん。で、ここで、こっちを、いいね。で、ここでまさかのガン、ね、通常ならありえない選択肢。そこに正気あっから。で、クーエヌ。からの横強滑って横強、横強の連打はい、ちょっとすいません。竹田さん、住民票ちょっと崖に移していただこうかなって。うん。ちょっと一緒に市役所行ってもいいっすよ。申し訳ないけどな。市役所行こうかって感じですね。あーあーあーもう。何起きてる、何起きてるこれ。何決めに行こうこれ。ちょっと待って。あるある。大事に行きたい、大事に行きたい、大事に行きたい。あるよ。見ていこう。光るものあるよ。いっちゃう。ちょっと大事に行こう。で、空母一回、あ、ちょっと。あー、待って。一旦ね。いや、ちょっと待って、まだ、こんなところで死にたくない。ちょっとここ、あったかくいきます。ホットにいきます。まさかの攻撃上がりでしょ。ここはね。はい。なんで、スタミナなんだよ。ちょっと待って、お願い、死にたくない。よし。で、行くよ、新技。ほら、えぐい、かがり火。完全にかがり火。無料でかがり見てます今、皆さん。あ、かがり見無料か。すいません。それはすいません。いい、落ち着け。よし、ある。あ、ちょっと落ち着け。ここ普段ならやらない選択肢を取っちゃった。調子だった、マジで。いや、でもね、これさすがにビビってると思う。で、ここで、いつも友達と対戦してるステージのポケスタッツを出していくんだよね。まあ、大会とか出ない人はちょっとわかんないかもしれないけど、こういうステージの読みはあります、正直ね。うん、人でも決めてくっていうのは、まあ、正直あんのかなっていう。ちょっと待って、復帰は確実に、あれだな。武田さん、俺のこと認めてる節あるな、これな。あ、こいつの、復帰はなかなか愛には枯れないなっていう。とか正直思ってると思うな。うん。なんかね、一定以上のうまさの相手の戦いになるとさ、なんつうんだろう。拳一つ一つからさ、相手が何考えてるか分かってくるっていうのはあんだよ、正直。今完全に心通じ合ってる、武田さんと。死闘の中でも笑ってる二人みたいになってる、正直ね。いるじゃん、そういう。もう、なんか二人だけの世界みたいな。五条対宿儺みたいな。そういう感じにはなってる、正直ね。いやあ、こう。うん、こうね。いい。いや、ガンじゃねえ。絶対ガンじゃなかった。で、いやあ、ジャンプ上がり。一旦ね。待って、ガード張るの良くないよ。いけ、魂。落ち着け。あ、違う、生きた、完全に生きた。普段やらない選択肢。いや、待って、撃墜どうすんのこのキャラ。こう、いけ。待って、どうする。とりあえず迷ってガンしかない。あ、え、待って、1スト戦、カツる。あ、ちょっと待って。あ、もうカツると思った瞬間。マジで安直な DM っちゃった。違うんよ。これカツると思ったんよ。ほら、明らかにさ、武田さん今窮屈そうにしてない？これ。完全にインストールしてんだよな。やっぱゲームファイブレオの名前伊達じゃねえ。血は伊達じゃない。なんかさ、でもさ。ちょ、なんかさ、俺がよ、ん、ちょ、喋れ。おっと？これは焦りの書。当て感バグってるやん。いや、せっかく先行したのに。あれなんかな、もう。この手、ちょ、何ちょっと待って、何あ、
今乗って左側にずらすことで相手の自滅狙えます。はい、すいません。うん、あるよマジで。はい、つかみ、うん、こう、もう暴れるよ、暴れんで暴れんで暴れさせてくださいよ。おっと、スマブラね。うん、一番得意なステージかも。うん、申し訳ないけど、武田さんなんかその自分に有利なステージを選んだと思い込んで、俺に有利なステージ選んでないから、ごめんなさい、噛みました。すいません。もうさ、違うんよな。なんかもう、明らかに戦いの中で成長してるの俺なんだよね。うん、レベル差ありすぎて。完全に今、成長してる。なんかね、なんつうんだろう、格上と戦うことで大体漫画の主人公って成長するじゃないですか。なんかそういうとこあんなって自分で薄々感じてて、昔から、正直。ほら、うん。すげえ反射神経じゃん、今のとかね。多分、従来の俺だ！あ、かまってんね。一旦ね、上広い、上。あ、上広いのってスマブラだっけ？まあいいや。知ってっから、実は。いや、ちょっと待って！あえてのその場。うん、一旦ここで、うん、聞こえた音、俺の努力の音。なんかそういうとこでもうちょっとみんな評価してほしい。なんか、あ、こいつ一生懸命生きてんだなっていうところで、ちょっと物見てかないと、今の世の中、せちがらすぎるぜ。なあ、結果だけ見てたら。努力を見てこうや。やばいってめっちゃ。何？もう、ちょっと。おい！捉えていく、ついに。そこで、ついに騎兵の刃が、タケラを捉える。みたいな感じの、ナレーション入ってたの、今。これが呪術回転だったのね。初めて見る横スマだなぁ。ちゃんと選択肢にあんのえぐくない？ちょっとマジな話。なんか横スマとか忘れてんのかなと。ちょっとね、今日さすがにタケラさんと対戦させてもらえるのはテンション上がりすぎておかしくなっちゃってんだけど、完全に頭冷えた。なんかいるじゃん。狂犬キャラの。頭が冷えた方が実は強いんですよっていうキャラ。俺、結構そっちなんよな。うん。なんか結構そっちなんよ、正直。ずっとうすうすその可能性ってのを感じてて、昔から。感じてて、正直ね。絶対当たるんやん、これ。うすうす感じてたんだけど、なんか今確信した。あ、俺ってそっちかって。普段今日、ね、みんな、そういうタイプなのかなっていう。うすうす感じてたんだけど、多分そうだ。うん。完全に、ちょっと、え？武田さん？尊厳まで破壊しちゃあかんよ、俺の。さすがに立ち直れんよ。27年間童貞やってからこれ、9連敗ぐらいしてからこれ、うん、さすがに地上頭首は立ち直れん。さすがにね。自重してください、すいません。はい、ここ。ガードは割らせない選択肢。いや、ここ上を見てて、なんかよくわかんない動き方しちゃなったけど、今崖外で。あ、これは。相手の急降下誘うテクってあるんだけど、ちょっとググって。うん。詳しくは言えねえわ。ググって。得意だろ、インターネット。ググろや。何でも聞かない。なんかね、頭の中がね、ぐるぐるしてる、ずっと。何が起こってるのかわかんねえ。でも手だけは鋭敏に動いてる。正直ね。なんかこれかって。なんか、急成長を遂げるときの人間ってこれなのかっていう。正直ね。なんか感じざるを得ない対戦というか。明さんも感じてんじゃないかな。なんだこれ。こんな荒削りなのに、なんで俺はこんな楽しいんだ。俺笑ってんのかって。多分ね、多分言ってるね。うん、多分。言ってることにしないと心が持たん。ちょっと待って。おら、ここ、まあ、大体、まあ、とりあえず、最初の行動はこれ。うん。様子見。やっぱ差し合いだね。うん。ほら。武田さんもほら見てるじゃん。俺も見てっから。俺も見てんだよーって意思表示だけして、ここで行こう。うん。一旦ね、武田さんにね、やっぱりね、もうこうね、完全にね、見限られたくない、俺は。だから、それっぽい雰囲気に注視します、僕は。もうね、勝つのはなかなか厳しいと踏んだんで、あ、こいつ見込みあるなって思われる方向性でいくわ、正直ね。で、
思ったんだけど、これさ、ここで上京からのこれ一旦ね。あ、いいよ、幸先。一旦こう、一旦こうで、崖上がりこう。落ち着けで、そろそろ当たる、これ。そろそろ石取りたいね。うん、そろそろ取っていきたいよ。うん、ちょっと待って、落ち着け、こう、うん、ジャンプがなーい。まあ、一旦ね、落ち着け。待って、一旦分かった。決めた。うん。一スト取ったら勝ちとする。これから。オッケー。みんなちょっとそのつもりで、それだけ約束して。一スト取ったら勝ちってことにして。マジで。お願い。お願い。お願い。こっから一スト取ったら俺の勝ちね。オッケー。ちょっと待て！攻撃上がりね。タイミング合わせた。息合わせっから。俺は。本当にキヘちゃんは息合わせんのうまいねって言われてた。地元でね。もう、ねえ、アルセーヌのしのぎ方うますぎなんですけど。こっち、打ち回避。打ち回避を全然しないね。あ、こう。うん。そのジャンプ見てた。うん。で、ここ。待て、1ストップったら勝ちだからね。ぬるげぬるげ。ぬるげ！ OK。MK ラよ。インストール。あ、ヘロージャパン。さあ、ここからレオできます。完全にレオなんで。もう、さすがの武田さんも、ん？前投げ？そう。その場上がりつかみという、ド派手な選択肢ね。レオのその場は通るらしいからな。こう！え？待って、もう慎重に行く。簡単に一度取らせない。まあいい。捨てない。ゲーム捨てない。あれ、なんかすごいことしてる。なんか新しい試みしてる。うん、ちょっと待って。うん、うん。受け身が取れない人だと思われてる武田さんにおる！俺から！はい、後ろ投げ。即死やん、そんな。そんなされてまったら。もう、レオなのに！もう反応しない！おい、俺の指の速度熱くなりすぎて、システ反応しねえ。完全に熱くなってる。ああ、初めて見せる弱ね。はい、崖際のキヘちゃん来るよ、これ。そろそろ回避勝って。全然、一回も回避上がりしてねえのに、いつまで回避上がり読んでんだ、俺は。はい、ここで。一旦ね。一旦落ち着け。はい、ここで。いや、ちょっと待って、全然、パーセント見る余裕もねえ。いた、はぁはぁじゃない、はぁはぁじゃないで。ちょっと待って待って、割られる。一回割らせない。今って。ああ、もうマジで切れた。もう完全に。もう関係ねえわ。やる、マジで。うん。すっげえもうなんかね、結構元ヤンじゃん。うん。元ヤンチーじゃん。さすがに隠してたんよ。うん。凶暴性みたいなとこ。謙虚に謙虚に生きよう思ってたけど、もう終わりやな。うん。武田さん終わったで。うん。悪いけど。さすがに我慢の限界。何されてるか分かんない。頭おかしくなってきた。なんか、あれ薬決めてんのかなってぐらい、なんか、何考えてんのか分からん。自分が。今自分が何してんのか分かんない。かっけーかっこいいかっこいいんだけど。おらでも関係ねえよ。ウエスマパナスから。悪いけど。でね、これね、一つ言っておきたい。このガノンね。この前練習でさ、ちょっとやるかって、久々ガノンでもやるかっつったらね、もう7連敗ぐらいしてビップ落ちたんで、もうこのガノンに負けたら武田さんやばいよって、リスクマッチね。俺の脳内リスクマッチ仕掛けてるんで、かなりこれ苦しいと思います。これですこれです。7連敗ビップ落ちガノンこれです。一周回って上位で刺さるっていうね。もう すげえ貴重な研究資料な可能性あるからね、これ。一周回って刺さるんだっていう。ここぐらいのなんかしてな、え、あ、ん、ん、ああ、びっくりした。びっくりした。俺死ぬのかなって。今ので終わったかなと思っちゃったよ。びっくりしちゃった。まさかね。
そんなこと許されていいはずがない。うん、あ、ビップ落としちゃいます。え、かっこよ。何？うん、あ、ちょっと待って、最後これやだ！